皆さんこんにちは、ビールジェント小林です。今回は減量のおすすめ食材炭水化物編に行っていきましょう。これまでね、減量のおすすめ食材タンパク質編、脂質編とやってきましたけど、最後炭水化物編ですね。まあ炭水化物といっても糖質と食物繊維と分かれてますので、今回は減量中のメインのね、エネルギー源になる糖質の方と思ってね、聞いておいてください。ここではね、もうまとめて炭水化物というふうに呼ばせていただきます。この炭水化物ですね、まあ三大栄養素の一つなので、もちろんですね、必須栄養素です。もちろん減量していくにあたっては余分な摂取カロリーを落としていって、消費カロリーの方が大きくなる状況を作らないといけないので、まあ脂質もね、しっかり落としていって、脂質を中心にね、カロリーをセーブしていくことになるんですけども、じゃあ脂質を抑えれば炭水化物はいくら取ってもいいかというと、そういうわけでは決してないので、炭水化物の量もしっかりと抑えてコントロールしていく必要があるわけなんですよね。じゃあその炭水化物、どういうものから取ったらいいのか。っていう話になってくるわけなんです。究極的にはですね、まあいろんな動画で解説してますけども、何を食べても食べる以上に消費してあげればしっかりとね、体脂肪は燃えて落ちてくれるので、何でもいいんですよ。白米だろうが、ラーメンだろうが、パスタだろうが、お餅だろうが、あとは和菓子だろうがね、何でもいいんですけども、ただやっぱりその効率よく減量を進めていくとか、あとはダイエット中に食事をね、減らしていくストレスを軽減しながら減量していくためには、炭水化物をどういう食材から摂るかっていうのもしっかり考えてあげる必要があるんですね。じゃあそのためにどういうものをね、食べていったらいいのかっていうことをボディービルダーのね、私から解説をさせていただきたいなということで、私がね、おすすめする炭水化物源3種類、第3位はジャガイモでございます。減量中に、まあ皆さんがね、よく食べる炭水化物源としては、まあお米とかね、パンとか、まああとはうどんとかね、そばとかね、そういった麺類も入ってくるかなと思うんですけども、じゃがいもはですね、お米とかパンと比べると、100g あたりに含まれる炭水化物の量が少ないんですよ。例えば、炊いた後の白米だと、100g あたり 40g 弱の炭水化物が含まれています。お茶碗1杯 150g 程度の量で、 55g から 60g ぐらいの炭水化物量だと思っておいてください。一方、じゃがいもは 100g あたり炭水化物量 20g ぐらいです。単純計算で白米の半分なんですよね。なので同じ 60g の炭水化物を取ろうとした時に、お米だったら 150g、 お茶碗1杯、じゃがいもの場合はその倍の 300g 食べれるわけなんですよ。これだけかさ増しができるっていうのは減量中に非常に嬉しい。なのでそういうのもあって、このね、じゃがいもっていうのは結構おすすめで、私もね、減量中よく食べてました。意外かもしれないんですけど、じゃがいもはかなりですね、食物繊維が豊富なんですね。なのでお腹持ちも非常にいい。そしてお腹の調子を保つためにも非常にいい。やっぱり減量中ってね、どうしても便秘がちになるんですよね。やっぱり食物繊維の量も減りますし、そもそものね、体に入ってくる食べ物の量も少なくなってくるので、その分ですね、こう便通も乱れがちになってくる方多いと思うんですね。なのでこうしっかりね、食物繊維を取ってあげて、お腹の調子を正常に保ってあげるということも大事な要素になってくるんですが、そのための食物繊維を非常にね、たくさん含んでいるのがこのジャガイモなんですね。ということもあって、私はね、このジャガイモをおすすめさせていただきます。減量のおすすめ炭水化物源第2位はイチゴでございます。果物というと甘くてね、美味しいというイメージがあるので、減量中はあんまり食べない方がいいのかなと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、果物って水分量が多いので、実は意外とね、低カロリーなものが多かったりするんですね。まあ私が減量中にね、よく食べてる果物はイチゴの他にはね、リンゴとかみかんとかね、そういったものがあるんですけども、リンゴとかみかんでだいたいですね、 100g あたり炭水化物量 15g ぐらいです。実は3位のジャガイモよりも炭水化物量が少ないんですよね。それぐらいですね、実は果物ってしっかり種類を選べば低カロリーで食べれるもの、
って結構あるんですね。まあ、バナナなんかはね炭水化物量多いんですけどね、 100g あたり 20g から 30g ぐらいあるのかな、結構炭水化物量が多くなっちゃうんで食べ過ぎには気をつけてほしいんですけども、実はね果物って意外と低カロリーなので、なんかね小腹が空いて甘いものが欲しくなった時の間食にも向いてます。なのでそのねお菓子とかねアイスとかそういうものを食べたくなった時に果物を食べてしのいでいただくっていうのも非常に良かったりします。でそんな果物ねいろんな種類がある中でイチゴはですね特に炭水化物量が少ないです。 100g あたりだいたいですね炭水化物量 8g ぐらいだ、なので白米の5分の1なんですよ。白米 100g 分の炭水化物を取るのにイチゴだったら 500g 食べれるわけなんですよ。これはねめちゃくちゃ嬉しいんですよね。減量中の食事量が少なくなってくる中でですね、かさ増しをしながら甘みも楽しめるっていうのは非常に嬉しいので、私はねこのイチゴをね本当にもう毎日のように食べてました。夜に食べるイチゴは本当にね一日の楽しみでね、そのためにね一日減量頑張るみたいなねそんな生活でしたね。でこれを見てる方ちょっと思うかもしれません、イチゴってそんなに甘いかと、そう思う方いらっしゃると思います。確かにその通りなんですよ。で私がね、食べてたイチゴって業務用スーパーで安く冷凍で売ってるやつだったので、特にやっぱり酸味が強いんですよね。じゃあそういうものをどうやって甘くして食べていたかっていうと、まあ、私の場合はねステビアを使ってましたけども、そういうねゼロカロリーの甘味料をさーっとねかけてちょっと混ぜて均等にしてですね食べるとめちゃくちゃ甘くなります。それはお菓子とかアイスに比べたら甘さはね控えめになりますけども、それでもですね減量中の舌が敏感になっている時にはもう本当にごちそうなんですよ。それぐらい美味しくですねイチゴを食べれるようになりますんで、ぜひ減量中の方は騙されたと思ってやってみてください。そして最後第1位、かぼちゃでございます。かぼちゃもですね非常に炭水化物源として優秀です。 100g あたりの炭水化物量はじゃがいもと同じ 20g ぐらいですけども、かぼちゃって甘いんですよ。でこのかぼちゃがね甘いっていうのが非常に大きくて、白米とかじゃがいもを食べるのと同じ感覚でかぼちゃを食べていて甘みも補給できるっていうのが、減量中のこう甘いものへの欲求とか食べたい欲求っていうのを抑えるのに非常に役立ちます。なのでねもう私の減量中のメインの炭水化物源っていうのはかぼちゃでしたね。1週間のうちかぼちゃが5日、じゃがいもが2日みたいな感じですね。でおやつ代わりにいちご食べるみたいな食生活をしてました。それぐらいですねかぼちゃっておすすめなんですよ。普段の食事で炭水化物を摂るのが同時にですね甘いものも食べて楽しんでる気分になれるっていうのは、減量中のストレスをねコントロールするのに非常に効果的だったので、ぜひぜひね減量中の皆さんにはかぼちゃをね試していただければと思います。かぼちゃ食べるときに注意していただきたいのは、これもねかぼちゃの品種によって炭水化物量違うんですよ。かぼちゃの炭水化物量ネットで調べると 100g あたり炭水化物 7g ぐらいって書いてるものもあったりするんですね。でそれも確かに間違いではないんですけども、炭水化物量 7g っていうのは日本かぼちゃという種類のかぼちゃになります。スーパーで普通に売ってる、まあ、ちょっと黒っぽい緑色でツルツルして丸いやつ、これは西洋かぼちゃという種類のかぼちゃでございます。普通にスーパーで売ってる西洋かぼちゃは炭水化物は 100g あたり 20g ぐらいあるんですね。日本かぼちゃっていうのは、もっとですねこうゴツゴツしてて、なんかですねちょっといびつな形してるんですよ。で水分の量もかなり多くてですね、西洋かぼちゃみたいにホクホクした食感にならないんですね。もうちょっとベシャッとしたね水分の多い感じの食感になるんで、で水分が多いからこそ炭水化物量が少なくなって 100g あたり 7g ぐらいっていうね炭水化物量になってくるので、そこをね間違えないようにだけ気をつけてください。かぼちゃは炭水化物 100g あたり 7g だからめちゃくちゃ食べて大丈夫やと思って、普通にねスーパーで売ってる西洋かぼちゃをめちゃくちゃ食べてたら炭水化物取りすぎになって太ってしまった、減量が全然進まなかった、あれかぼちゃって自分の体質に合わないのかななんてなったりしないようにだけ気をつけてください。でこのかぼちゃを食べる時も私はよくですね、このかぼちゃを電子レンジでチンしたやつに上にですねゼロカロリーの甘味料をサササッとかけて、その上にさらにねシナモンをかけるわけなんですよ。そうするとねめちゃくちゃ甘くて美味しい、もうスイーツみたいに食べれるんですよね。減量中はもうそんなもんでもめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。そんな感じでですねかぼちゃを甘くして普段の
炭水化物補給を楽しんでましたということでね、ぜひぜひご覧になっている皆さんも参考にしていただいて減量の苦しい時期を乗り切っていただければと思います。ということで、この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品やキャンペーンの情報を記載しておりますのでチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。